はい、皆さんどうも、コメット&ミントです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、マリオカート8デラックス、シャクシシサンダーカップ、やりたいと思います。では、行きましょう。はい、サンダーカップ、1コース目、DS、チクタクロックです。まあ、見た目もちょっと変わってますね。DS で結構このコースは走ってました。では、1レース目、頑張りたいと思います。ほいさ。ゴー！てんてんてん。てて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 てんてんてん。てててててててん。いい音楽。それー。ほいさ。なに？マコーラだと？よーし、いいぞ、いいぞ。あれ？なんか今、おかしかったぞ、一瞬。大丈夫か？すいません。もし映像や音声が途切れてたら申し訳ございません。ちょっと今、私の方で音声がちょっと一瞬途切れたので、もしかしたら途切れてるかもしれません。申し訳ないです。なんか嫌な音してる。わーおい。アイテムチェンジ。またまたボム兵だ。それいいぞいいぞ。いいぞいいぞ。わーお、サンダー。よし、ゴール。オッケーオッケーオッケー。最後サンダー来たけど、なんとか。よかったよかった。では次のレースいきます。はい、今度は 3DS のパックンスライダー。いやー、3DS でよくやってよく走りました。あー、思い出すね、3DS の頃。まぁ、ちょっと変わってるけどね。どこが変わってるかといえば、わかりません。もう 3DS のマリオカット、長年やってません。なんでよ、いきなり赤コーラはひどいじゃないか。よーし、いいぞいいぞ。よしよし、カカコーラを防いでミニターボを決める。そしてダブルアイテムを取る。ジャーンプー。おっと、これは大変だ。トジノコーラが来てるぞ。危ない。よしよし。お、クラクション。よしよし、いいぞいいぞ。
それなんで？ひどいね、ほんとに。サンダー、ひどいよ。危な！怖かった、今。クリボーちゃん、やめてよ。あ、キノコがよかった。バナナかと思ったら一瞬。よしよし、いいぞいいぞ。ゴール、フィニッシュ。やったね。よかったよかった。トジドヤサンダー来たらもう冷え冷えです。はい、では次のレースいきます。はい。サンダーカップですね。ウイのグラグラ火山。いやー、ここね、まあ、地形が変わるんだね。崩れていって。なので、コースアウト しやすくなる感じかな。まあ確かに、ちょっとひび割れがあるんだね、この辺とか。よく見るとね。だから、コース、時間が経つにつれ、少しずつ崩れていくんだ。だから落ちないように気をつけないとね。ジャンプアクション失敗だー。とりあえず進むぞ。おっと、グラグラしてるところが崩れるところだ。おっと、しまった。ああ、しまった。見えないよ。飛んでいく。危ない。怖いわー。いや、ほんと。わー、どんどん崩れてるじゃないかって、トゲゾーコーラ来たー。ダコーラも来たー。ひどいなー。トゲゾーコーラ、ダコーラのコンボだ。またここらにゲストだぞ。危ねえ。よしよし、いいぞいいぞ。よし、ゴールは目前だ。ゴールフィニッシュ。やったね。よしよしよし。では次のレースへ。はい、サンダーカップ4コース目、任天堂64レインボーロードですね。ここね、まあこのマリオカート8と8デラックスでは、まあチェックポイント制式になってて、一周し、全部、一周したらまあゴールなんですよ。
これね、64だとね、それ、一周するのを3回しないとダメです。3周しないとダメなんですよ。めっちゃ時間かかる。長い。疲れる。大変でしたよ、ほんと。まあ、と言ってもね、今日、今、この、マリオカートリッジデラックスのサンダーカップ、サンダーカップ?まあ、この64のレインボーロードさ、収録してるんだけど、収録する前に64で、64っていうか、任天堂スイッチオンラインプラススイカパックの64の遊べるソフトで、マリオカート64やったのよ。で、レインボースペシャルカップでやったから、レインボーロード走ったのよ。長かったわー。危ね、緑コーラ。ほんと長かった。アリを3周するのはしんどい。ほんとに。あとさ、コンピューターがね、結構早いのよ。50cc でやったけど、ずっと後ろにいんのよ。チラチラ見えるのよ、チラチラと。なんか補正かなんかで、プレイヤーが早かったら早くなるんだよ。その代わりプレイヤーが遅いからといって遅くなるわけでもなく。確か、そうだと思います。はい、無事。ファイナルレース、1位を取ることができました。よかったよかった。それでは次に進みたいと思います。はい。というわけで、サンダーカップ、無事1位を取ることができました。はい。というわけで、今回ここで終了です。次回も頑張りますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。